防犯ブザー。防犯ブザーとは、危険を察知した時に大音量の鳴動などにより、周囲の人々に向けて通知したり、犯罪者の心理を利用して、犯罪者を退散させる、防犯用品である。危険な状況に遭遇した場合、ブザー鳴動や強光明滅などにより、周囲へ通知する製品である。主に子供、女性、高齢者など、社会的弱者が、 外出時に携帯しているが、成人男性の携帯も推奨すべきである。成人男性は、痴漢、強姦、誘拐などの被害には遭いにくいが、キャッチセールスや宗教の勧誘、強盗、恐喝、繁華街での客引きなどに遭遇する可能性は老若男を問わずあり、これらの場合加害者が複数いることがあるため、いくら力のある人でも、形成不利になる場合があるからである。 古くは、呼ぶぶえ、ホイッスルも、同様の理由で用いられた。1960年代から、痴漢や強盗被害防止のため女性向けに、松下電工など家電メーカーから販売されていたが、1990年代には、ストーカーや、恐喝事件、2000年代には、マスメディアで大きく取り上げられるうになった、児童誘拐、強制わ説、変質者付きまとい、事件に対応して、 保護者、教育委員会、地方自治体などが、児童に持たせるケースも増加している。警察は、警棒や、催涙スプレーなど、攻撃的防犯グッズの傾向には、否定的だが、誤身手段として、防犯ブザーの所持を奨励している。直径数センチ程度の小型な大円、円盤、扁平形状が多く、紐状のスイッチを引っ張ることにより、大音量で明動タイプが主流である。 一見すると、防犯ブザーに見えない、マスコットキャラクター形状を模した、製品、ホテルや、自室のドアノブに仕掛けトラップ的に利用することも、可能な、長い紐を備える製品、ドアノブ設置用に振動検知機能を備える、製品、懐中電灯機能などを合わせ持った、多機能化製品、ランドセルや、携帯電話などに組み込んだ製品もある。 携帯電話の普及により時と場所に関わらず、緊急通報可能になり、2000年代以降の市場では、女性より、児童向け製品が増加した。携帯電話各社が提供するサービスには、ドコモキッズ携帯シリーズ、au 安心ジュニア携帯シリーズ、ソフトバンクモバイル見守り携帯シリーズがあり、いずれも児童が日常を用いることを考慮した、小型計量である。 ひったくりや強盗などの自衛策として、荷物に入れたブザーの紐をベルトなど、着衣の一部にゆわえ強奪時に明導させる高齢者や、同様に小型機器を荷物に入れ、日本国外での被害に備える旅行者もいる。一般的に1の効果があるものと認識されているが、実際には2の効果の方が大きい。防犯ブザーの明導は、誤作動やいたずらの場合が多いため、1の効果はあまり期待できない。 また、誤作動やいたずらでなくても、無関心の人や、事件に巻き込まれるのを恐れて助けずに逃げる人も多い。一方、犯罪心理学の観点から犯罪者は、犯罪行為の露呈を強く警戒し、恐怖心すら抱いているとされるため、二の効果は大いに期待できる。よって、たとえ他の人がいない場所でも、犯人側に、それがわからない場合、鳴らした方が良い。他の人がいないことを、 犯人側も認識している場合、迷動させ、かつ動ける場合は走って逃げると良い。事件遭遇を危惧して、児童本人の意思に関わらず、常時防犯ブザーを携帯させる保護者もいるが、学童に携帯型防犯ブザーを無料配布する防犯に積極的な自治体もある。東京都品川区では、区内小学校の全学童に対し、防犯ブザーを さらに発展させた近隣セキュリティシステムとして、守るチなる名称の GPS、PHS、通話機能を持つ小型通信機を無料で対応している。作動させると大音量で明動して、緊急事態発生と位置情報を発報する。登録ボランティア協力者と生活安全パトロール隊にも、情報伝達され、区と警察が協力した、初動対応が可能である。本システムは、 予算の構築であるが2008年ソフトバンクテレコムへ事業譲とされた。2012年4月 KDDI のシステムへ移行し緊急地震速報など災害対策にも対応した。コンビニエンスストアやガソリンスタンドなどはセーフティステーション活動として不審者からの避難場所を提供し、自治体も民家や商店などに緊急避難場所提供の協力を呼びかけている。 2006年、大阪府教育委員会が小学校新入学生に、防犯ブザー配布を計画するが市町村など自治体の、防犯ブザー内い呼ぶ小部へ配布計画とバッティングし、一人最大で4個、などと2月6日に報道され、全国防犯協会連合海水省の有料マーク付き商品が、家電量販店やホームセンターなどで、比較的安価に入手可能であるが、 警報音が小さい商品もあり購入前の音量や機能確認が肝心である。スピーカーを手で塞いでテストすると音量の大きいものでも周囲に迷惑をかけずにテストできる。製品端子部のメッキ不良、スイッチ部の接触不良、電源の自然放電など、表示劣化を配慮する必要がある。子供が携帯する場合、防犯ブザーをおもちゃ扱いした。 テストボタンをカによるご発法は引きできず、対応を誤らない配慮が必要である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。